はい、あ、来ました、新車紹介コーナー。新車、はい、うん、今回は、はい、ハイブリッド。あ、ほんまやね、うん、ここは青いってことはハイブリッドですね。で、今回は、はい、まあ、ハイブリッドの、はい、ZS きらめき3、あ、特別使用車ですね。うん、特別使用車、はい、で、もう見てもらったらもう分かると思うねんけど、はい、モデリスタコンプリートカーのご紹介です。はい、はい、そしたら、まず前回り、はい、いつもの、まあモデリスタさんのフロントスポイラー、はい、うん、黒やから塗り分けはマットブラック。あ、本当ですね、マットブラックと黒で塗り分け、うん、さりげないですね、めちゃくちゃさりげない、はい、で、あとはここのフォグランプの上の青色に光るやつ、シグネチャーイルミブレード、うん、シグネチャーイルミブレードもついてます。はい、はい、シグネチャーイルミブレードついてるから一回電気までつけとくか、はい、あ、そうですね、うん、はい、おお、光ってます。光ってる。光ってます。ああ、青が真ん中に入るだけでやっぱ違いますね。うん、かっこいいよ。かっこいいですね、うん。エンブレムも青入ってるんで。そう。はい。いいですね。うん、で、今回はさっき言うとくけど。はい。うん、エシュローのガラスコーティングしてるから。あ、うん、やっぱりそうですか。うん、ちょっと。最近分かってきました。ちょっと艶が違うなっていうのが分かってきた。分かってきました。うん、黒光りが半端ない。もうこっからのボンネットにやっぱ映り込みが全然違うというか、映ってるいっぱい。はい、映ってます。はい、続いてサイドいきます。はい、はい、今回の、こちらの車は、はい、ダウンサスでローダウン。あ、ダウンサスってことはもうバネだけ変えるって感じで。はい、あ、でもノーマルのホイールにダウンサスっていうのも結構スタイリング的にいいですね。程よ、うん、はい。で、今回あのハイブリッドやから、はい、純正のアルミホイール。あ、そうですね、純正、うん、単造。あ、純正で単造、うん、めちゃくちゃ軽いから、あ、うん、片手でこういう感じ。あ、そしたらダンベルみたい。トレーニングの時は最適ってやつですか。ちょっとあの軽すぎます。負荷が足らん、これ。足らないですか。肝臓のホイールじゃ負荷が足らん。はい、あ、なるほど。じゃあもう ZS のガソリンの方が負荷はかかる。あれはあれでちょっと片手やってきついな。あ、片手きついですか。で、はい、今回は、はい、ちょっと見てもらったら分かると思うねんけど、はい、いつもここにメッキのモールついてるやろ。はい、うん、あ、ついてないですね。うん、今回はあえてなし。あー、もう横はもうなかったらなかったり、黒光りがちょっと目立つというか。別に全然おかしくないから。はい、おかしくはないですね。その辺も任意でこう、ありなしとか、はい、うん、そういったのも選べるってことですか。選べます。あ、そうなんですね。はい、で、あと、はい、あのいつものリア、ごめん、スモーク、はい、あ、今回横から見たときにドットのところが綺麗な、うん、はい、スモーク、ボディも映り込んで、ガラスも映り込んで、うん、全部映り込みますね。そうやな、はい、で、今回、このローダウンは RSR さんの、はい、うん、ダウンサス使ってみるけど、はい、純正から4センチダウン。あ、結構落ちますね。うん、あ、そうなんですね。はい、続いてリア周りいきます。はい、いろいろと変わってるのが分かります。分かる。はい、最近フライング癖あるぞ。はい、ちょっと変わってるとこ言いたくて仕方がないですよ、最近分かってきたんで。まずそしたら、まあ下から行くねんけど、はい、モデリスタさんのマフラーカッター、はい、あ、マフラーカッターついてます。はい、日本だし。はい、で、続いてがモデリスタさんのリアスカート。はい、これもフロントスポイラー同様で、マットブラックとツヤありの黒で塗り分けされてます。はい、はい、で、ソナーは避けてるってことですね。そうです。で、続いてバレンティさんの LED リフレクター。あー、うん、なんかちょっと黒くないですか。うん、あのヒサロ行ったらこんな感じしやがった。あ、なるほど。ヒサロ行ったらこんな黒くなるんですね。うん、これあのインスタ の、はい、あのストーリーには結構載せて、結構 DM とかもいただいてんねんけど、はい、まあいつもつけてるやつ真っ赤っかやんか。はい、うん、それにプラスアルファでスモークの塗装をこれしてあるの。あ、塗装してあるんですね。そう、ちゃんと、はい、反射板機能も備わってるから。あ、めっちゃ反射します。うん、はい、車検も対応。これ、確か、あの、鬼軍曹リミテッド。鬼軍曹リミテッドって名付けられてんな。はい、海の親やから。はい、うん、これは、でも渋いですね、めちゃくちゃ。うん、まあ、車検もちゃんと、はい、あの、
保安基準も適合しようから、あその辺もちゃんと考えてる。なるほど、うん、ギリギリのギリギリのラインってですね。そうあと文句気になったんですけど、うん、これエアロついてるのにリフレクターってつきましたっけ。モデリスタさんのディアスカートついどって、はい、LED リフレクターっていうのは基本的にはつかへん。あ、やっぱそうですよね。そうついてます、うん、ジャストフィットしてるやろ。エアロの干渉する部分を、はい、あの削って加工してあります。そういうことなんですね。そう、それでもあついてるってことですね、うん、仮付けして、はい、削って、はい、仮付けして削って、うん、もうそれを1日繰り返すっていう。なんか結構削らないとダメでしたよね。結構削らないとあかんな。7、8ミリぐらい、まあ、結構ですね、うん、それで今ジャストフィットしてるってことですね。そう、あそういうことやったんですね。まあ皆さん大好きな、はい、寸分の狂いなし、はい、であとは、はい、バレンティさんのレボテールで、はい、今回はスモーク、スモークですね、はい、もうあのガラスもスモーク貼ってるんで、うん、後ろから見たら真っ黒です。真っ黒やな、はい、でリフレクターもやっぱスモークかかってるんでいかつさがめちゃくちゃ出てますね。これ真っ黒すぎたら、はい、うん、ちょっとそうですね、いかつすぎるから、はい、うん、ちょっと赤み残ってるのがいいですね。またそこがまずい、はい、これが出来まり、はい、ポニングスリーと。あーあ、流れてる。スモークがかってても結構明るいですね。そうやろ、はい、暗くなるかなと思いきや、はい、もう結構光るやんて。明るさはほとんどそのままみたいな。そう、じゃあ内装いこうか。はい、はい、続いて内装いきます。はい、今日は両方一緒に行きます。はい、3、2、1。あ、めちゃくちゃ光ってます。うん、あのクラブ仕様のスカフプレートですね。うん、もう、はい、開けた瞬間に光ってるって思いました。バレた。はい。うん、分かりました。あとなんか、うん、メーターの上あたりなんか光ってませんでした、さっき。うん、光ってますよね、うん、ドライブサポートイルミネーションって言って、はい、あのメーカーオプション。あ、そうなんですか、うん、で、結構狭きもんやね。あ、ハイブリッドだけ。あ、そうなんですね。ハイブリッド車のみ設定されてる、はい、メーカーオプション。これが、あのまあ今さっき青色に光っとってんけど、緑とか黄色、はい、赤、紫とか、はい、うん、その運転に応じてエコ運転できてたら緑色に光ったりとかっていう、はい、うん、イルミネーションになります。だから運転してる時にどういうあの運転をしてるかっていうのが、はい、もうここで常に、はい、赤運転しとったら赤色に光ったら、ああカンカン落ち着け落ち着け俺、はい、緑色に光っとったら、うん、あ、地球に優しい運転できてる。鬼ブースはいつも赤とかですか。赤で点滅してる俺が運転してる。赤で点滅で、あとは、はい、ナビ、パルツェリアさんの、はい、サイバーナビ、10インチのナビ取り付けさせていただいてます。あ、まだ10型のナビ、はい、決まりですね、本当に。で、そのまま上行ってもらって、はいはい、いつもの前後タイプですね、これは前後タイプのドライブレコーダーも取り付けさせていただいてます。はい、はい、で、あとはミラー。はい、ミラー。あ、コムテックって書いてました、うん、レーダー。あ、レーダー、うん、レーダー型のルームミラーになります。はい、で、あとはハイブリッドやから、はい、ここのコンソールと、コンソール、うん、あ、コンソールに後ろを USB、 あ、USB2 列目も使えるってことですね、うん、あとはここのシートヒーター1列目。お、うん、シートヒーター、もう USB4 つあるだけでも4人はもう全員1本ずつ充電器使えるってことですもんね。そうやな、はい、うん、充電パラダイス、充電パラダイス。で、あとは、はい、ジールフロアマットも取り付けさせていただいて、はい、今回はトリムカラーがスーパーシルバーになります。はい、あー、やっぱ縁がシルバーで縁取られてると全然イメージ変わりますね、うん、はい、今回も、はい、はい、もうあの言わなくても分かる寸分の狂いのなさですね。はい、これで内外装、はい、の説明はまああんな感じやったんけど、はい、今回のこちらの車は、はい、プラスアルファ安心のセキュリティ。あ、セキュリティついてるんですか。アルソックちゃう。
アルソックちゃんついてるんですか。アルソック違う。アルソック違うんですか。違うでしょ。バイパーセキュリティ取り付けさせていただいてます。鍵ロックしたらもう勝手にロックが、はい、セキュリティも一緒にオンされるってことです。ああ、はい、そういうことなんですね。一応ドライブレコーダーでも駐車監視機能ついてるから見てんねんけど、本当ですね、うん、まあセキュリティついてる方がより安心。まあ確かにそうですね、うん、鉄壁。鉄壁ですね。はい、ということで今回の、はい、大阪府のお客様で、はい、ハイブリッドの、はい、モデレッサコンプリートカーのご紹介者、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。